ビッグウェーブ並みに乗れ、名古屋の地デジは2006年から2010年まで毎年夏に愛知県名古屋市のオアシス21で行われていた中京広域圏のテレビ局8局による地上デジタル放送推進イベントである。東海地区の地上デジタル放送普及促進を目的としたオアシス21にて行われるイベントに合わせて参加8局の内在名民放テレビ局5局は 関連特別番組も制作、放送する。特別番組は2006年から一貫して、地上アナログ放送では、レターボックス形式で放送されている。イベントや関連番組の放送は毎年夏に行われるが、中京広域圏の NHK 及び民放各局の地上デジタル放送推進大使による、地上デジタル普及活動は年間を通して行われている。いずれも土曜日、 日曜日にオアシス21銀河の広場で開催。2006年8月12日13時30分14時55分には、名古屋の放送局の過去、現在、未来をクイズ形式で振り返るという内容の特別番組、民放五局史上最大のコラボレーション。地デジ夏祭り2006全部見せます。名古屋のテレビ過去現在、そして未来が、 在名民放テレビ局5局で同時制放送された。収録はメテレのスタジオで行われた。司会アナウンサー2011年時点で退社もしくはフリーに転校しているアナウンサーを含む。過去番組のナレーターゲスト名古屋のテレビの歴史を振り返るというコンセプトであったので、ゲストは東海三県出身のタレント、俳優が招かれた。 番組上で公式に出身地の記載があったためここでも掲載する。2007年は7月21日に在名民放5局が12時からリレー形式で各1時間の特別番組を放送した。放送時間はいずれも JST2008 年は7月第1週、第2週の土曜、日曜を通して在名民放5局がそれぞれ1時間の特別番組を放送した。 データ放送やワンセグとの連動企画を取り入れた番組もある。放送時間はいずれも JST2009 年は7月11日13時30分14時55分に特別番組幸せ地で自配達人を在名民放5局が同時放送した。民放5局の同時放送による特番は2006年以来となるが今回は収録番組になった。レポーター陣はいずれも 在名民放各局で、レギュラー番組を持つタレントが出演。各レポーターがいろいろな街を訪れ、地デジの普及に一役買う模様を放送した。収録は、中京テレビの B スタジオで行われた。2010年は7月24日13時30分14時55分に、特別番組、地デジで幸せ、を、前年に引き続き在名民放5局が、同時放送した。 二年連続で同時放送による特番になったが、今回も収録番組で番組コンセプトは前年とほぼ同じである。収録は東海テレビのスタジオで行われた。ありがとうございます。